ミナルディ m 1 9 1はアルドコスタが設計した F1 マシンで1991年から1992年にかけてミナルディチームによって使用された。前年型ミナルディ m 1 9 0の後継モデルとして開発された。コスワース DFR に代わって門外不出と言われたフェラーリ V12 エンジンを獲得。シーズン当初は片落ちのティッポ036。 シーズン途中より最新スペクティポ037の供給を受けた。ギアボックスは本家は7速セミ AT だがミナルディは6速 MT だった。タイヤはピレリに代わってグッドイヤーを装着。ドライバーはピエル・ルイジ・マルティニと昨年の日本グランプリから加入したジャンにモルビデリを起用。モルビデリはフェラーリのテストドライバーも兼務し、日本グランプリ後に解雇されたアランプロストの 大役として、最終戦はフェラーリをドライブしたため、代わって、シートを失っていたロベルト・モレノが起用された。フェラーリエンジンを搭載したことで、予選、決勝途上位に食い込んだが、コスワースよりも重量が重く、マシンバランスを崩すというマイナス面もあった。時には、本家の成績を上回り、マルティニが2度4位入賞を果たして、コンストラクターズも過去最高となる7位を記録した。 しかし、エンジンの使用量があまりにも高く、シーズン終了後にチームの財政が悪化したことで1年で手放すこととなった。1992年シーズンは新型ミナルディ M192 が投入されるまでは前年の改良型 M191 バイトを使用した。エンジンはフェラーリからランボルギーニ v 1 2に変更。タイヤはグッドイヤー。 ドライバーは、モルビデリと前年の国際 F3000 チャンピオンのクリスチャン・フィッティ・パルディを起用した。ありがとうございます。